日本、鹿児島県日置市日吉町、吉利市日置町吉都市は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡、吉利市号吉利市村、日置郡、吉利市村、日置郡、日置町大技吉利市。人口は1247人、世帯数は547世帯。 郵便番号は5614番地5619番地5647番地5653番地は899-3103、その他は899-3203である。1889年の町村政志向から1955年まで存在した地方自治体である吉都市村を前身としており、1955年に吉都市村が 日置村と新設合併し、日吉町となったのに伴い、吉都市村の全域をもって、日吉町の大技、吉都市として新設された。本校では本大技の前身となる1955年まで、地方自治体であった日置郡吉都市村についても述べる。日置市の西部に位置している。吉都市という地名は、鎌倉時代より見える地名であり、文六年間から、 明治維新まで、ねじめ市が資料として、吉都市を治めていた。日置市の西部、大川及び長吉川の下流域に位置している。浅井域の北方には、日置市日吉町日置、南方には、日置市吹上町、長吉、東方には、日置市住院町古城、日置市住院町半群れ、鹿児島市、伊里佐町がそれぞれ隣接しており、西方には東。 シナ海に面している。東部は山地となっており、中央部から西部にかけては、丘陵地帯、東、シナ海に面する部分は、市菊式の市から南薩摩市にかけて広がる日本三大砂丘の一つで、ある、吹上浜の一部を構成する砂浜となっている。西端部を国道百七十号が南北に通っている。かつては国道に並行して私鉄である鹿児島交通の 枕崎線が通っており、吉都市駅も置かれていたが1984年に廃止された。線路跡は廃止後に自転車道に転用され、整備された自転車道が一般県道に認定され、鹿児島県道2号加世田日吉自転車道線となった。また、大儀付近を鹿児島県道35号、長吉入里鹿児島線が東西に通っている。 日吉町郷土市場官によれば、吉都市という地名は、吉都市名の,の開拓の祖である、吉都市大輸入道によって起こされたものであると、記載されている。吉都市の西端部の大胸国道270号より、西の区域は、鹿児島県立自然公園である、吹上浜金峰山県立自然公園の区域となっており、 全身の吹上浜県立自然公園は1953年3月31日に県立自然公園として指定されている。吉都市においては、縄文時代から古墳時代にかけての土器や石器、住居跡が原口遺跡、六つ坪遺跡、瀬戸口遺跡において出土している。標高40メートルの大地上にある神原口から発掘された原口遺跡は、 縄文時代後期の土器と、石器、弥生時代の土器、古墳時代の縦穴住居や土器、8世紀頃の、末駅などが出土している。また地六つ坪から発掘された六つ坪遺跡からは、弥生時代の縦穴住居や土器、石器などが発掘されており、弥生時代から古墳時代にかけての集落であったのではないかとされる。また、瀬戸口遺跡からは、 縄文時代晩期の土器と8世紀後半から9世紀初頭の水器、弾器きが発掘されている。南区の二十歳体に堀と呼ばれる古代の集団住宅跡が見られ、その周囲には堀が堀巡らされていたほか、周囲からは黒曜石の石族が出土している。吉利市という地名は鎌倉時代より見え、薩摩国日置北後のうちの名だなであった。 現在の吉都市の区域を含む領域に存在した、荘園である、日置荘は、北郷と南郷に分かれており、1185年以前には、すでに現在の帰宅に、両家満所が置かれていたことが分かっている。日吉町郷土市場館によれば、日置荘の北郷と南郷の境界は、伊作寺島と両家の間で争って変更されており、境界は定かではないとしている。 鎌倉時代、両家と地頭の両地争いと、下地中分東京大学資料編纂所所蔵、薩摩国日置北号下地中分絵図縦に、赤い中分線が引かれ、左の、両家方と、右の、地頭方に分けられている。文治3年に、日置祖は、平重澄から、この絵家一乗院へ寄進され、立憲荘園の許可を得た。その後、一部自車両を除いて、 日置北号と日置南号、伊作僧の自党職に、島津忠久がついた。忠久の自党就任後も給料家と自党の間で、支配権をめぐって総論が繰り返され、公安八年には、幕府の再挙、昭和元年には、話し合いで解決するわよが成立したものの以後も、総論が生じたという。元通る四年に、日置北号において、 下地中分と呼ばれる荘園の領主と地頭との争いを解決するために土地を接半して、それぞれの領証券、下地新試験を認めて、互いに審判しないように協定が行われ、南は地頭分、北は領家分とされた。その際に作成された、薩摩国日置北号下地中分絵図には中分線が、吉と品を二分する形で描画されている。絵図は、 吉利品の中心集落を中文線が通り抜けることとなったことから、以後の紛争を断つため境界線の明示するものとして作成されたものである。薩摩国日置北号下地中文絵図は現存しており、1997年に当時の下地中文の実態を考える上に重要であり、中世史研究上に価値が高いとして国指定の重要文化財となった。 下地中分の影響により、日置北郷の地頭と、従来吉利品を地行地としていた、弥勒寺との対立が発生した。下地中分によって、吉利品を中分地とみなして地頭が横領したとして、弥勒寺両下巣が、鎮税丹大に訴えたものであったが、鎮税丹大の北条秀時は、弥勒寺両下巣の訴えを却下し、吉利名も地頭が地行することとなった。 これにより、吉都市の地は、明日ともに地頭である、伊作島津家の島津総久の領内に組み込まれ、日置南郷のうちとなった。火力2年の島津道江譲り場によれば、吉都市の一部を、島津総久が、次男の島津久志氏に与えており、その際に、吉都市名の境界線については、中文状を守るように指示していると記載されている。 南北朝の騒乱が起こると、南朝方の伊集院忠国が、谷山城から挙兵し、伊集院忠国の軍は、伊作島付の支配下にあった、吉利の野崎城と若松城を陥落し、その後吉利は、伊集院忠国の勢力下となった。室町時代南北朝の騒乱により伊集院氏の統治下となった、吉利であったが、伊集院博市級の第二。 伊集院石ヶ谷の領有について、島津氏との間に争いが生じ、伊集院氏は、日後に逃亡した。伊集院氏の没落後は、南郷城主の区は、並田氏の支配下となった。戦国時代、戦国時代になり、吉都氏を含む日置南郷は、室町時代に引き続き区は、並田氏が領有を続けていた。天文2年に、 島津市中高の祖と呼ばれる、島津忠義と、殺州や五大当主の島津寂寿との間に内紛が起こった。この際に、区は、並田市の当主であった、桑田孫五六は、島津忠義との約束に背き実寿方に就いたので、中領は、桑田市の居城である、南郷城を奇襲し、城外で狩猟をしていた、桑田孫五六は応戦したものの移住院の大田に、逃亡した。 1543年には、島津忠義の妹婿である、島津忠政の子、久康が義利を生として、義利久康を名乗っており、以降その子孫は、義利島津家と呼ばれた。久康の子の忠義利忠四季吉が、吉利領主を務めていたが、天人氏日向国の児童となったため、その後は、義利久康の長女を妻にしていた、伊従院忠宗が、 吉都市の領主となった。天正14年から天正15年にかけて勃発した豊臣秀吉と島津市との間で起こった九州平定の結果、島津市が豊臣秀吉に降伏。薩摩、大隅、日向の三国に対して対抗検知が行われることになった。文禄四年に対抗検知が完了したことから豊臣秀吉の命により薩摩国、大隅国、 日向国の海域違法が行われた。吉都市領主であった伊集院忠宗は、都の上領主に天保となり、ネジメ院の領主であったネジメ茂ゲルバリに対しては吉都市に違法が命ぜられた。ネジメ氏は9月3日に、家臣団を引き連れ丘領地であるネジメから吉都市に移った。吉都市に移った後は南谷に領主館を建設し、諸制度を定めた。 ねじめ氏の系統が、ねじめしげるばりの子である、第十八代当主、ねじめしげまさで途絶えた後は、島津一族がこの本家を引き継いだ。そして第二十四代当主、小松清川聖を、ねじめ氏から、小松氏と改め、戦国時代に引き続き小松氏は、江戸時代にも私領として、吉都氏の地を治めることとなる。 江戸時代三国名称図絵経済の両家宅地江戸時代には、薩摩国日置郡吉都志号のうちであり、吉都志号は、吉都志村のみの一村で構成されていた。村高は、天保道庁では3137国余り、急行給料取調べ庁では2123国余りであった。吉都志村は、 大谷山で地域が区切られており、西部の里方原と東部の木場方桐に分かれていた。里方桐には、門と熟伝地が治療される浮面地が多くあり、木場方桐には酒田が多く、新明地であるか,かえ地や長崎が多かったという。里方原の田高は1351国、畑高が367国でそのうちの民の工作地は1144国であった。 ヒバカタゲンのタタカは392国余り、畑高は22国余りであり、そのうち農民の工作地は259国であった。農民以外にも、シやシガルが、作食浮き面地としていくつかの田畑の工作を行っている。また、上の浜は、札藩製洋録によれば、裏として、裏養父5人の負担が割り当てられており、 教法11年の吉都市文書の、治行校名よろ町によれば、ねじめないに、上野浜過去屋敷、下野浜過去屋敷、上野浜吉、下野浜、吉都市塩浜が、治行として与えられている。鹿児島県知事によれば、漁船15隻、漁業従事者が170個、産物として、イワシの漁獲があったとされる。元禄頃に、吉利の領主であった、 ねじめ起用が広島より朝を移植し、吉都市では浅糸生産や生毛などが行われたこともあり、薩摩方面では村の面積の小ささに比べて人口が多かったとされる。三国名小杖掲載の吉都市1 2系江戸時代後期に薩摩藩が編纂した地市である三国名小杖には、吉都市村の両家宅地の遺跡について以下の通り記載されている。 吉都市村にあり、旧機を案ずるに、日を聞きた豪郷地図に乗るところ、伊西区下寮と、武家寮と境を接し、区下寮には、両家満所あり、武家寮には、自刀所ありしと見えたり、の刑の上に、両家宅地の遺跡、二十歳あり、地名を離属道場と古府、是両家満所の旧市ならん、自刀所は、是より、北方藩町元のところ、地名に存して、自刀所門という、 三国名将杖巻の八股、三国名将杖には、吉利領主であった、小松清が和歌を、平松時明に依頼して読んだ、吉利の十二景である、吉利十二景が掲載されている。明治維新と、領主小松青廉江戸時代末期から、明治時代初期にかけて、吉利領主であった、小松青廉江戸時代末期から、明治時代初期にかけての吉利領主であり、 薩摩藩画廊であった小松市当主の小松清廉は明治維新と呼ばれる明治時代初期の改革に薩摩藩家廊として参画し発足した中央政府である明治政府の参与や現在の外務大臣にあたる現場頭などの要職を歴任した。これらの実績から1884年に山脇の人が表した維新元君実結論において 維新の実決の一人として掲げられた。明治2年に行われた、藩赤奉還においては、国府である、島津久光を説得し、自らの領地である吉都市の地を率先して返上して、藩を示した。同年に8月17日に、領地返上が許可され、これに伴い衛星六三百国を救せられ、さらに9月26日には、昭天六千国を救与された。 初夏もこれに従った。清廉は、翌年の明治三年に三十六歳で死去した。明治、吉都市村の成立明治四年に、廃藩地検が行われ、薩摩藩の統治区域である、薩摩国、大隅国の区域に、鹿児島県が設置された。八百七十三年には、大工小区政が敷かれ、吉都市は、第十一大工となり、他の田伏、伊作。 長吉、日置と共に遺作の区長事務所に属した。1878年には、軍区長村編成法の施行に伴い、吉利市村には、小松市のお借り屋跡地に、古町役場が設置された。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、吉利市号の区域より、日置郡吉利市村が成立した。市村から成立した経緯から、 従来の藩政村の区域に置かれる大技は設置されなかった。昭和、吉都市村の合併と、大技、吉都市の設置第二次世界大戦中の1945年8月6日に、吉都市村の一帯に対して、アメリカ軍による空襲が行われた。昭和遺の投下や、基銃奏者が行われ、吉都市小学校付近が全焼し、 大木の地区でも2軒の住宅が全焼したほか、機重装車が命中し1名が死亡した。1953年に交付された町村合併促進法によって、強小な町村の合併が促進されることとなり、面積が狭く人口が8000人以下の町村は、合併すべき規模とされた。直近に実施された1950年の国勢調査では、 吉利村の人口は4170人であった。当初の構想では吉利村と日置村と長吉村の一部の合併が理想的であると鹿児島県地方課も考えていたと見られるが、長吉村は伊作町と合併することとなったため、吉利村は日置村との対等合併の形を取ることとなった。1955年2月9日に吉都村議会において、 合併に関する議決を全会一致で可決し、合併申請書が提出された。1955年4月1日には吉都市村が日置村と合併したことにより、日置郡日吉町が成立した。1955年6月6日の鹿児島県の広報において、以下の通り、鹿児島県知事によって告示が行われており、同年4月1日付で、 旧吉都市村の区域をもって新たに、大技、吉都市が設置されている。地方自治法第260条第1項の規定により、昭和30年4月1日から、日置郡日吉町の区域中旧吉都市村の区域をもつて、大技、吉都市を新設した旨、日置郡日吉町長職務執行者から、届出があったので同条第二項の規定により告示する。 地の新設平成2000年に、日置矢座六枝及び、精神の各一部を、吉利矢座国庁に編入し、吉利矢座六枝、カス瀬戸口及び、精神の各一部を、吉利矢座南天無駄に編入した。2001年に、吉利矢座春が、佐古の一部が、松本町大矢座入り沢座、開城の一部となり、松本町大矢座入り沢座、開城の一部を、 吉利市安原が、佐古の一部に編入した。2005年5月1日に、日吉町が、移住院長吹上町、東市基町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された、法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大あざなについては、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、 当該時の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する。と協定され、旧町名である、日吉町を、従前の大技名である、吉都市に関することとなった。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の国示である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日大技の、 名称変更が行われ、大技名が、吉利市から、日置市の大技、日吉町吉利市に改称された。ねじめ市歴代墓所この節では吉利市に関連する文化財であって、吉利市以外の地域に保管、所蔵されている文化財について述べる。かつては吉利市村と日置村では、干渉と泡の栽培が盛んであり、保の港から回路で、長島や天草、 アクネに出荷されていたという。昭和時代後期から、落農畜産の大型化や、タバコや干渉、麦、大豆などの作物から牧草などの飼料作物に転換し、また、畑作構造改善事業の施行により、畑地歳の大型化が進み、大型機械の導入がなされている。また、北方地区では、みかんやポンカンの栽培が行われている。明治時代頃には、 豪としての漁は行われておらず、農作業の合間に自給自足の一環で魚釣りをしている程度であった。1921年の統計調査でも、吉都市村の専業漁家は皆無で、兼業漁家が35名程度であったと記録されており、動力船は一隻も存在しなかったという。吉都市村で獲れた魚の種類はイワシ、サバ、アジ、この城があったという。 明治時代から大正時代初期にかけては、南区から長吉六に至る道路の三砂路付近に商店や旅館が立ち並んでいたほか、吉利市駅前に数軒の商店が立ち並んでいた。また大衆浴場や鉄道貨物の取り扱いを行う日本通運の取扱所が置かれた。また、日置村、吉利村、東市木村の一帯は、 日置瓦と呼ばれる瓦の産地であり、明治時代頃から製造が行われ、吉都市にも工場が作られ、最盛期には56工場が製造を行っていた。昭和時代中期頃からコンクリート瓦との競合や、日置瓦の生産体制が古いため供給コストが高く、また供給不足であったことから不況に陥った。1988年の 日吉町郷土史下館発館時現在では17工場が製造を行っている。この府市では、1889年の町村政施行から1955年の吉都市村と日置村が新設合併し、日吉町が設置されるまでの間に設置されていた吉都市村の行政史について述べる。以下の表は、日吉町郷土史下館に掲載されている。 吉都市村の歴代村長の一覧である。吉都市村の議会制度は、町村制が施行された1889年に村会が整備され、人口5000人以下の村は、定員が12名と定められており、12名の議員が選出された。1947年に、地方自治法が制定され、吉都市村議会となった。鹿児島県が発刊した。 鹿児島県市町村編選手によれば、1955年の合併時の吉利村議会の定数は16名であった。合併時に吉利村議会議員であった者は、日吉町との新設合併後も、同年7月31日まで、日吉町議会議員として在任することとなった。地方自治法施行以後の歴代の吉利村議会議長は、以下の通りである。 吉都市村には、常備消防組織は置かれておらず、町村正施行以前の1888年に、吉都市村消防組合が組織され、中区、南区、北区、東区の地区ごとに消防組が置かれた。1939年に、警防団に改組され、第二次世界大戦終戦後になり、消防団に移行した。鹿児島県が発刊した。 鹿児島県市町村編戦士によれば、吉都市村の合併時の財政状況は以下の通りである。合併時に財産はすべて日吉町に引き継がれている。鹿児島県が発刊した鹿児島県市町村編戦士によれば、吉都市村の合併時の統計情報は以下の通りである。吉都市村廃止時点の1955年時点で隣接していた町村は、 以下の通りである。以下の表は、国勢調査が開始された1920年から、吉都市村が廃止される直近に行われた1950年の、国勢調査までの吉都市村の人口である。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 吉都市小学校線を小学校日吉町吉都市には、かつて、日吉市立吉都市小学校、日吉市立線を小学校、日吉町立吉都市中学校が設置されていた。2018年に、吉都市小学校が、日吉小学校に統合されたのに伴って、吉都市の幼稚園、保育園を除く、学校施設がすべて廃止された。日吉町立吉し市中学校は、 1947年に南谷に置かれていた青年学校跡地に開校し、1955年の合併により日吉町立吉都市中学校となったが、1972年に旧日置村の日置中学校と統合され、日吉中学校となった。日置市立吉都市小学校、日置市立吉都市小学校は、明治5年3月に、 会場第39教皇として、吉利村役場の敷地内に開校した。1876年に、吉利市小学校に開校、改唱。1877年には、西南戦争に教員が従軍するため休校となり、翌年に再開している。1886年に小学校令が施行され、吉利市新城高等小学校となり、1941年に、 国民学校令の施行により、吉都市国民学校に改称。第二次世界大戦終戦後の1947年に、吉都市小学校に改称した。2018年に、旧日吉町の日置小学校、日新小学校、住吉小学校とともに、日置小学校跡地に、日吉小学校が新設され統合されるのに合わせて、並行した。 日置市立千尾小学校。日置市立千尾小学校は、明治5年に古町であった池畑氏が民家を借り上げ分、教場として教育を始めたのが始まりである。1879年に、次千尾に校舎を建築し、大木尾簡易小学校となった。1891年に現在地に移転している。1901年に独立校となり、大木尾小学校に、 会唱、1926年に高等科を併設し、1941年には国民学校令が施行されたのに伴い戦備国民学校に、会唱、1947年に、大木予小学校に解消した。2016年に、日置小学校に統合され並行した。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。吉都市を通る。 国道270号、吉都市駅跡に設置された県道加瀬田日吉、自転車道線の休憩施設阿ざ駅の西部を、枕崎市から市菊式の市までを結ぶ、国道270号が、南北に通っており、国道270号におおむね沿って自転車道である、鹿児島県道2号加瀬田日吉自転車道線が、通っている。また、地域の東部を、吹上町栄地から、 鹿児島市に至る鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線が通っている。かつては、吉都市の国道270号から吹上町、長吉の鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線までを結ぶ道路が、鹿児島県道299号、長吉吉都市線として、県道の路線に認定されていたが、2007年に、路線が廃止された。 吉都市の道路は、現在の国道270号にあたる、白井から吉都市までの区間は、明治時代初期には、離道となっており、1908年に改作事業が、竣行し、1910年に県道に編入された。1892年に、乗り合い馬車の路線が鹿児島と吉都市の間に、開設された。九百十四年には、南札鉄道が、 川内線の伊集院駅から伊作村の伊作駅までの区間に線路を付設し、吉都市村には南区と中区の中間地点を付近に吉都市駅が設置された。1983年の水害によって大きな被害を受けたことにより、鹿児島交通枕崎線は全線にあたる伊集院駅から枕崎駅までの区間が廃止され、同時に吉都市駅も廃止された。また、 バスは1934年に開設され、吉都市や日置と鹿児島市の山の口町までの区間を一往復していたとされる。1983年に、鹿児島交通枕崎線が廃止されたのに伴う、大体バス、南鉄号が運行されるようになり、移住院から加世田までの区間を往復、枕崎との区間を往復していた。 吉都市の区域には2020年現在鉄道は通っていないが、1914年から1983年まで以下の鉄道駅が設置されていた。野村直区に吉都市村に関するカテゴリー、日置市立吉都市小学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。